はい、工房の方に入ってまいりました。このピアノはアール・ウィンザーというね、フローラピアノで、作られていたピアノですけど、フローラピアノの僕は大傑作やと思ってますね。ダブルの112、製造番号はこちらの方に入っておりますね。はい、中の方を開けてみましたら、割と状態が良かったですね。虫食いとかそういうのはなかったですし、ちょっとね、鍵盤、コトコトってね、横揺れするようなのがありまして、ちょっと外してるんですけども、このね、下の赤いクッションのところがだいぶ弱ってるみたいで、年数がね、ちょっと経ってますので、この横揺れが激しいっていうのがありますね。それとまあ、鍵盤取りますと当然ね、やっぱりホコリとかですね、このピンの方も錆びたりしておりますのでね、この辺はきっちり、錆落としはしといた方がいいかなっていう感じですね。弦の方も、これ昭和55年の製造ですので、まあ来年で39歳というふうな、年齢になりますので、まあ弦交換まですぐは必要ないですけど、まあこのぐらいの年代からね、もう変えとこうかなっておっしゃる方もおられますので、まあこの移動する機会に弦交換をするかどうかとかね、その辺も含めて見積もり、させていただこうかなと思っております。あと細かいとこですね、ハンマーの間隔とかも、バラバラになっておりますので、まっすぐ弦に当たってなかったりとかですね、このペダルをね、踏みますと、このダンパーが上がるんですけども、この上がるタイミングなんかもね、もうバラバラになっておりますね。あとロスがあったりとか、鍵盤の動きとかですね、その辺もしっかり調整していけば、ちょっと音鳴らしましたらね、すごくポテンシャルは高そうですので、音狂ってますけどね、ちょっとお化けが出るような音になっておりますが、高音もきっちり出ますしね、低音もね、すごいね、響きがしてますのでね、直すのが楽しみだなと思いますね。はい、内部の方もね、このね、動き方もね、このレールごとスッと、量産型のでしたらね、動くんですけども、ちゃんとね、分かれてね、動いてますのでね、このレール全体でこう受け止めてますのでね、非常に安定していいんですね。こういうところね、細かいところとかはしっかりした作りになってますのでね、ほんと楽しみなピアノですね。ハンマーも、このね、二重フェルト、ちゃんと二重フェルトになってるのがね、真ん中赤いフェルトでね、二重フェルトになってますよっていうのをね、アピールしてるような感じですけども、こういう作りになっておりますね。はい、中の方そういう感じで、部品交換箇所は、この鍵盤のね、こういうブッシングクロス、こういうのところだけのような感じですね。はい。で、こういうね、側面とかそういうのも、綺麗に磨いたら取れますので、綺麗にしていこうかなと思っておりますね。その辺もご提案させていただこうと思います。では、外装の方を取り付けてみたいと思います。はい、外装の方を取り付けてみました。アールウィンザーね、書いておりますね。ちょっとよく見ると鍵盤の高さとかがね、ちょっと違うかったりとかね、しますけど、こういうのは調整で綺麗に直りますので心配ないですね。このアールウィンザーのマークとかね、あとペダルの方とかちょっと錆が出ておりますので、この辺は綺麗に磨いていきたいと思いますね。こういう長板のとことかも綺麗になりますし、あとこの辺ね、ちょっと曇りがねありますけど、この辺もバフという機械で、きっちり磨いていけば、このね、上前パネルのような綺麗な、塗装がね、蘇るんじゃないかなと思っておりますね。はい。あと椅子の方が入ってきてるんですけど、ちょっとね、もう高低がもうバカになってできなくなっておりますので、椅子の方はちょっと新品の椅子をご提案させていただこうかなと思いますね。あとこのキャスターの下の、今はね、耐震性のゴムの受け皿がありますので、そういうのもご提案させていただこうかなと思っております。はい、ピアノの方こういう状態になっております。いろいろご提案させていただきますね。